疲れ様です、工藤です。声が出なかった。はい、というわけで今日はこちらのあらちゃんの様子をじゃなくて、ですね、最近私は怠惰な嫁さんと書房さんの、サブチャンネルの方か、そちらご覧になられてますか皆さんね。そちらの方でね、あの YouTuber の、まあ、裏側とまではいかないですけど、どういう環境でやってるのかとか、どういう機材でやってるのかとか、あとどういう考えでやってるのかってね、こうお話ししてたんですよ、お二方が。それに便乗しようっていう動画です。はい、したたかですね。なんと豪気な。で、今回撮るのは私のさらっとこう今使っているこの机の周りの感じとか、あと YouTube じゃなかった Twitter の方のコメントで、こうカメラの機材、まあ、普段水曜日日曜日のメイン動画撮ってる多分カメラのことだと思うんですけど、そちら何を使ってるのかっていうのを、知りたいっていうコメントをね、すごくありがたいんです。ああいうコメントいただけるとよしやろうと思えるんで、まあ、そういうのいただいたのでそちら紹介して、で、そのカメラを実際買った方がいいのかどうかみたいな、まあ、そのカメラに限らず言ったら一眼レフカメラっていうものですね。これは今 iPhone で撮ってるんですけど、うん、私が使ってるのはその一眼レフカメラっていうものなので、それがいるのかどうかみたいなことをちょっとつらつらと話していけたらと思っております。はい、なので最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、こちらが普段私が単独で動画を撮るときに使っている机というか、まあスペースですね。簡単にこう置いてるものを見ていくと、トラベラーズノートレギュラーサイズとか、あとバイブルサイズのシステム手帳とか、そういったものはこちらに置くようにしました。あとこちらにスイッチ、ポケモンが好きなのでよくやってます。で、これは店さんからもらった、スタンプですね。で、これはライスタッシュで買ったちょっとアンティークな置物とかだったりで、あとですね、これがまあ一番の編集でいるものなんですけれど、 MacBook Air ですね。まあ、MacBook Air じゃなくてもいいと思うんですけど、パソコン1台あった方が私はいいですね。綿嫁さんは確かスマホのアプリで完結させてたと思うんですけど、もちろんそれでも全然いいと思うんですけど、字幕入れなきゃとかっていう作業がこう入ると、こういったパソコン1つあった方が便利だと勝手に思ってます。で、コード類ちょっと下にこう、なんだろう、床に落ちるのあんま好きじゃないので、こんな感じで取り外せるようにしています。で、これはですね、このコード何かっていうと、ここのめっちゃ暗、ごめんなさいね、 HDD2 つのコードですね、それぞれ。これ何かっていうと、データを保存しておくやつで一応置いてるんですけど、そう、手帳系 YouTuber さん、手帳系 YouTuber さんに限らず、データって皆さんどうされてますかね。もう取り終わったやつ全部破棄していくのか、それとも残していくのか。私残す派なんですけど、なのでこの 6TB の方に入れて、でちょうど1個の方が満杯になったので2個目に行ってるんですけど、ここは悩ましい。なんだろう、サクサク消していくよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そこら辺もまたお話聞けたらなと思ったりなかったりで、こちら、まあ、こんな感じでノートパソコン、このまま直で置くと首がこう、なんだろう、クッてなって肩凝りやすくなるので、こういったちょっと高くなるやつを置いてます。で、こちらのライトなんですけど、普段こんな感じでこう暖色系のライトでここにこう照らして、で今つけてる蛍光灯は消して撮ってる感じですね。まあ理由としてはちょっと見てもらったらわかると思うんですけど、こんな感じでこう下向くとここが影ができちゃうんですよ。まあ蛍光灯が私の今こう座ってる後ろ側からこう照らしてるんで、そう、それが嫌だなと思って蛍光灯はなるべく使わないようにしています。そしてこれが一番伝えたかった、そう、この動画を撮るきっかけになった、綿嫁さんと書房さんの話の、綿嫁さんの方が話してた時に、この何スマートフォン、
iPhone とかを固定する機材どうするか問題で、このビヨンビヨンのアームは本当に本当にやめた方がいいですいや、これ開発してくれた人には本当申し訳ないんですけど、こう机の上ここら辺を写したいっていうので発信したい方は、これはね、こう見ても分かるように結構揺れるんですよ。そうだから、バタヤムさんが使ってたような固定されてたもドーンと置いてこうグッグッとなってる、ああいうタイプの方が多分使いよいです。はい、こちらが水曜日と日曜日ミセさんと私の動画という、まあ、メインと言っているあれを撮るために使っている機材が入っているバッグですね。ちょっとここだと暗いので取り出していきます。はい、カメラバッグから取り出したんですけど、私が愛用しているのはこちらの富士フィルムの XT3 っていう機種ですね。で、これでもし動画を撮りたいっていう方がいらっしゃるのであれば、最低限必要だと思われるのはまずこの SD カード、64GB ぐらいが個人的にはおすすめです。まあ、どれぐらいの尺を撮るかにもよると思うんですけど。で、バッテリー、カメラのバッテリーですね。で、そのバッテリーをこんな感じで充電するやつ、これは使うカメラによって違うと思います。で、こういった SD カード、これをまあこうやってカメラの中に入れて、でカメラで撮った後にここにデータが入っているので取り出して、でこんな感じで挿して、で私だったら MacBook Air にこのまま挿して、でデータを一回パソコンに送るっていう作業をする、そのための道具ですね。これらが最低限あれば、あと三脚、ここには出てないですけど三脚とマイクぐらいがあったらまあ撮れなくはないんですけれど、ただカメラで撮るのおすすめかどうかって言われると、個人的にはそうですね、文房具とか机の上だけっていうのであれば、スマートフォンで全然私はいいんじゃないかなと思っています。まずですね、その理由がいくつかあって、私がこの富士フィルムの XT3 を持ってたっていうのは、 YouTube を始めるから買ったじゃなくて、 YouTube を始める前に持ってて、でこれがたまたま動画がこう撮れるタイプのカメラだったから使っているっていうだけなんですよ。そう、順番が逆だったんですね。だから YouTube したいなっていう方が、じゃあいいカメラでこういい雰囲気の動画が撮れたらいいのかなってなると、多分そうとは限らなくて、もちろんスマートフォンとは違ってこうカメラで撮る、一眼レフカメラで撮る良さっていうのは絶対あるんですよ。それは私がまあ好きだからっていうのもあると思うんですけど、ただそこまでしてその絵のうまさにフォーカスを最初から当てるべきなのかなって思うと、多分そうじゃなくって、芸術性を求めるのであればもちろんこっちはおすすめです。すごく他にもその最近とかだったらソニー系とかあっちのカメラを使うと、まあすごいサイズもこれより多分コンパクトですし、機能もいいし、まあその分お値段は張るんですけど、いい絵は撮れます。ただいい絵が撮れるイコールいい動画かってなると、どうなんでしょうね、そこはちょっとわからないんですけど、いかんせんその机の上で完結してしまうジャンルなので、文房具とか手帳とかそういったものって、だからスマートフォンから入ってまず継続ができる、YouTube のチャンネル運営が継続できるって分かってから、じゃあちょっとなんかいい絵を撮りたいなってなった時にこうこっちに変えるとかっていうのはありかもしれないんですけど、いやでも今話してて思ったけど、その手帳系とかその文房具系のってこう机にね置いて、で真上から撮らないといけないってなると、多分スマホの方が絶対いいですね結局そうなるんですよ。これがまあいいなって思うのは、まあ、店さんと撮るときはこう店さんっていう人間をフォーカスに
フォーカス当てるっていうのがインマイルームなので、こう店さんがここにいるとしたらこう当てるから横から、それだったら三脚で解決するんですけど、一眼レフのまあこれちっちゃめの方なんですけど、だからといって結構重いんですよね。これ何グラムだろう、手帳よりはあります。あのロロマクラシックの英語パンパンに詰めたよりは多分あると思うんですけど、それを支えるものをまたこう揃えるってなったら多分とてつもない価格帯になると思うので、そうですね、机の上だったらスマートフォン、こう座っこういう風に座って、で人にフォーカスを当てたいとかってなるんだったらこっちに挑戦してもいいのかな。でもその前に、チャンネルが続くかどうか分かんないなら、こうスマートフォンで気軽に楽しく撮るっていう方にでやってみる、試してみる、じゃないとこれだけでももう今はちょっと型落ちして結構値段は下がってきたとしても何倍だったかな、13、今で10、いや多分それよりは下がってるけど、でもまあ10万超えが普通なんですよそれはねちょっとどう思います、いけますかこれを聞いて。私はそのカメラとしてもともと写真を撮るっていう役割のためにこうこのカメラを買ったので、まあ動画撮る気なかったんですよ。ただ一眼レフカメラも進化してきて、こう動画を撮るのにすごく適してるというか、いい絵が撮れる、そのこういう感じの運動会でお父さんとかお母さんがよく持ってるハンディタイプのああいうビデオカメラよりもすごく性能が良くなってきているので、うん、人を撮るとかっていう面ではこっち動画も写真もいいと思うんですけど、そうなんですよね。そこまでこだわる必要あるのかって言われると、私は順番が逆だったから、もうこれを持ってたから使ってるっていうだけであって、今から始めるっていう方が10何万もしくは20何万本当にカメラによってはそれぐらいかかるんですよ。それぐらいのはたいてまでこれでこだわる必要あるかなってなったら多分私はノーって言いますねごめんなさいね、これは好き好きです。もうあのいや私はあのカメラにだけじゃなくてこう機材とかそういったものにどんどんお金かけれますっていう方だったら全然チャレンジしてもらっていいと思うんですけど、まずはスマートフォンで十分だと思います。特にこういう機上だったら、それよりかはそうですね、明るさの補正とかだったり、あと音、まああのこれは書房さんとかもすごく言ってたんですけど、音が小さいとまずこう離脱、まあ何言ってるかわからないですぐスワイプされてこう離脱されてしまうっていう恐れがあるので、そこら辺がまずこう気をつけるべきなんだろうなと、こうなんでしょうね、私みたいな人間が偉そうに言ってるんですけど、はい、もちろんでもあの私としてはこうスマートフォンで何でもできるっていう今の時代に対してカメラ1台持って写真とか撮る、動画とか撮るっていうのはすごくなんだろう、贅沢だし尊い時間だと思うんですよ。でカメラで撮るってこういいんですよどういいんだって言われたらちょっとあれなんですけど、それは私のインスタ見てくださいっておこがましくも言いますけどそうカメラで写真撮るの本当にいいんで、カメラはぜひ皆さんに持っていただきたいって言いたい気分ではありつつ、ただ高いよねみたいな、そう高いんですよ、そこが厳しいですねなのでまあ、まずは手帳系文房具系で机上の上だけをフォーカス当てる人はスマートフォン、そうじゃなくって店さんみたいな角度のタイプで人としてフォーカス当てたいっていう方だったら、こういった一眼レフカメラを取り入れてみるっていうのもまあゼロではないけど、まずはスマートフォンでいいと思うっていうのが個人的な意見です。はい、あくまで個人的な意見なので全然あのトライしてもらって構わないと思います、お金に余裕があれば。はい、すごい冷たい言い方になってしまいましたけど、そうなるよねみたいな、結局はそのどれだけ長く続けられるかとか楽しくやれるかなので、私も形から結構入ってしまうタイプだから偉そうには全然言えないんですけど、本当にシステム手帳とかも本当に形から入る人間の典型的なその衝動買いとかしてしまいがちなので、言えないんですけどね。ただ本当にシステム手帳はまあ模様替えじゃないね着せ替えとかこうして楽しめるっていう、なんでしょう、
余白があるけど、カメラはもうどうしようもないので、まあ、最悪売ってください。結構高値で売れますはい、本当にそれは合わないなと思って、実際買ってみて合わないなと思ったら即売ってください。だったらまあ一回試してみるのはありなのかなと思いはします。今回本当に手帳で全然出ないですね、ごめんなさい。どうかちょっとでもこう話が皆様の何かの足しになったらいいなと思いながらこの動画を回してます。便乗ですけどはい、というわけでね、今回は手帳系もしくは文房具系の YouTube をされる方で、カメラって本当にいるのかいらないのかっていうことについてちょっと話したのと、あとちょっと私の机周りのちらっと見せました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価していただけますと幸いです。ハッシュタグイマルミンというのでインスタグラムとかツイッターとか検索してみてください。視聴者の方とか私とか店さんとかが使って交流させていただいたりとか、あと投稿したりしているので、そちらも覗いてみてこういいなって思ったらご自身も使ってこう投稿していただけますと嬉しいです。ですね、劇団小林ライタの劇コバサブスクというものがございます。こちらは月190円で劇団小林ライタの過去作品とかだったり、あとこういった動画の脳編集バージョン、まあこれはそんなにカットしないと思うんですけど、水曜日とか日曜日とか、まあだからこれで撮るタイプですね。これで撮るタイプの水日用の動画ってだいたい1時間ぐらい回しちゃうんですけど、そこからカットカットカットしてって、まあ30分未満ぐらいにやってるので、そのそがれた30分以上の動画がこう見れたりするので、もし気になる方いらっしゃいましたらお気軽にそちらもご加入いただけますと嬉しいです。はい、というわけでこんな感じの動画でした。すみません、文房具とか手帳とか期待してた方は、次は次の土曜日は多分手帳会議してると思います。最後ねこうあらちゃんの経年変化で締めくくろうと思います。白っぽさねまだ全然ねあるんですけどね、ちょっとここにねなんか跡がついてる、跡なのかシミなのかわかんないんですけど、多分こういう色になっていくんでしょうね、どんどん。あらかわいいって感じで、はい、これからも、インマイルーム、あとあらちゃんをよろしくお願いします。それではまた。